丸剤の画像岩剤とは、医薬品を球状に制したものであり、医薬品の財型の名称の一つである。この項目は、特に名記がない場合、原則として、医薬品としての丸剤に関連した内容を記載する。傾向する、医薬品製剤の財型の一つであり、一般に、岩薬と呼ばれることもある。日本薬局法第15改正の製剤総則では、以下のように定義している。 丸剤とは、医薬品を球状に制したものである。本剤を制するには、通例、有効成分に、不経剤、結合剤、崩壊剤またはその他の適切な添加剤を加えて、混合して、均質とした後、適切な方法で球状に成形する。蜂蜜や米澱粉などを結合剤として、容易に成形でき、また、持ち運び可能な剤形であることから、 漢方薬の古典である、召喚論、近畿要略でも丸材の存在が見られるなど、伝統的薬品の材形としても古くから用いられてきた。一般に一粒、二粒と数えるが、形が大きなものは一丸、二丸と数える場合もある。一般に以下のような名称の付け方がされている。主要な成分の名称あるいはその組み合わせを監視、丸とした霊成分の数を監視、 味丸とした、01及び2の付け方を組み合わせた例その薬剤の効能やイメージなどを監視、丸とした、01及び4の付け方を組み合わせた例車、人気丸なお、財形としては、丸材であるが、その名称の最後が単となっているものも見受けられる、万金炭など。また、和剤局法など難僧の遺書では、丸を円と呼称したが、これは、金装定の意味名である。 漢の発音と丸の発音が近いため解消したものである。丸材と同じ処方内容のものを煎じ薬とした場合は、最後に、量の文字を付し、丸量とする。清水、1949, ピアニッシも150から151。新柳誠、漢方一は、処方名の言われ120、朝子ひとしまる、漢方医学、第27巻第5号、2003年。 p234、一瞬0288から2485、2010年1月11日、閲覧。おそどひろし、漢方一話、諸法名の言われ23、軽種仏量丸,丸、漢方診療第14巻、1995年、p47、一瞬0288から3643。おそどひろし、漢方医学、第24巻、2000年、 p86 一春0288から2485おそどひろし漢方一話、諸法名の言われ6八ビジオーマル漢方診療第13巻第5号1994年 p37 一春0288から3643吉田香織都役雑誌第25巻2003年 p38 医春0285から1733。聖路眼の歴史の項を参照。おそど広し、漢方一は、諸法名の言われ101、銀社人気丸、漢方医学、第25巻、2002年、P292、医春0288から2485。森下人丹歴史博物館、人丹誕生。森下人志団。2010年1月12日へ閲覧。 鈴木明、日本の伝承薬15、万金丹、伊勢参りの薬がわらべ歌に、月刊漢方療法、第2巻第4号、1998年、P82。清水、1949、ピアニッシモ152。大塚隆施設保管編、金星漢方医学書、修正53、1981年、名著出版、P403。 後山直久、精査と医療、第2巻、2005年、P99、医春1349から4589。ありがとうございます。